おい、お前どういうつもりだよ。どうもこうもないよ。違う。デレデレしてんじゃねえよ。だよちゃん。もう無理。死ぬ。はあ？やべ、帰ってきた。てめえ、人が我慢してやってんのにいい度胸してんな。離せ。おい。もうしんどい。何なんだよこのエロい惨状は。うるさい。俺は売れっ子エロ漫画家になるんだ。なんだそれ。おい、売れっ子さんがしこりながらネーム書くといいのができるって言ってた。何も書けてなかったぞ。おい、ダメだっつってんの。飲みすぎ。出すもん出して寝てただけだろ。黙れ。俺はエロくて抜ける漫画描いていっぱい稼いで早くこんなとこ出ていくんだ。は？おい、お前どういうつもりだよ。どうもこうもないよ。平気で抱かれてると思うなよ。俺のこと好きでもないくせに便利な奴隷としか思ってないんだろ。そんなにやりたきゃ隣のキャスターとやってろよ。お前さっきから何。俺はあんな風に笑いかけられたことない。もう疲れた。あんたといると疲れる。嫌いだ。お前酒入るとめちゃくちゃ喋るんだな。なんで雨の時はダメなの？は？だってお前が言ったんだろ。え？
洗濯困んないようにだろ。俺は優しいんだ。乾燥機とか買えば別に。そんなに俺としたいんだ。いや、それはそもそもなんださっきの言い草、好きじゃないだの出て行きたいだの。お前、俺のプロポーズ受けといてよくそんなことが言えんな。ぷっ、じゃあ俺んところに来い。そこそこ高級取りになる予定だから。だから漫画続けりゃいいじゃんって。衣食住の金は保証してやるから俺んとこに来い。え、あれが養ってやるっつってんだ。プロポーズ以外に何。やっぱりこの人、この人ってマジで。お前ほんとバカだな。言葉足りねえ。俺のこと嫌いなんだ。あ、どうなの。言わなきゃ、違うって言わなきゃ。でも、あっそう。あんたを目の前にするといつも何話せばいいか分からなくなるんだ。嫌われたくなくて。でもじゃあ違うって言ってしまったら、それは俺が言った嫌いを否定することになって、つまりは。ダメだ、違う、もう何も正解がわからない。